同じやつ2台片方が、まあ、電源は入るんだけどこうなんか虫が飛んでるような音してカメラ越しじゃ全然分かんないんだけど小刻みにブルブル震えてるんださ手ブレ補正が動作しようとしてるんだけどこのレンズの中の手ぶれ補正が壊れて小刻みに震えちゃってんだよねこの状態で撮影すると逆にブレちゃうんだよねもう1台の方は もういきなりこれどっかで引っかかってるとかそういう雰囲気もなくいきなりレンズエラーだよね、まあ。とりあえず2台とも壊れてるからこの2台を合わせて1台まともなやつできればいいよね。 でとりあえずここまでバラしたんだけど俺の最初のプランとしてはこの外観がねゴールドの方が結構ボロボロでホワイトの方は別に綺麗ではないんだけどゴールドよりは傷も少ないし綺麗だからレンズをこの2つを合わせて正常にして外観をホワイトの方に全て入れ替えるっていうプランなんだけどとりあえずこのレンズはねどっちにしても両方分解しないと。 入れ替えることできないから多分 これの何が壊れてるかっていうのをこの部分をちょっとバラして見てみたいと思うんだけどここ開いてこうなっててこのバネが3つあるんだけどこのバネを外すバネ3つ外しました。 水平を保ったままこれを持ち上げるわけですよこの白い玉1個あると思うんだけど本当だったら3つあるんだよねこの3つ白い玉がないと手ぶれ補正がちゃんと動かないんだけど今この白い玉が1個しかなくて2つなくなってんのさそしたらもうまともに動かないよね。 でなんかなんか,かんないけどこの S7000 ってこのね白い玉がねどっかいなくなるっつうのがよくあるんだよね、まあ、手ぶれ補正がダメで小刻みに震えてるだけのやつって大体この白い玉はどっかいっちゃってんだよねこの手ぶれ補正の白い玉がないと手ぶれ補正は治んないんだけどまれになんかどっかにひっついてて残ってる時があるから一応軽く見てみたんだけどそしたらね 1>, 1個だけここにひっついてた。こうなんか白い玉1個くっついてんじゃん。1個だけここにくっついてたんだよね。ほとんどの場合がなんか隙間からどっか飛んでっちゃってなくなってるけどまれにこの内部に残ってる時があるからちょっと軽く探してみたらね1個だけ見つかったわ。あでも1個だけ見つかってもね全部で3つないと手ぶれ補正直んないから、まあ、どっちにしても直んないんだけど。 ちょっと今回はもう2つしかないからどうしようもない諦めるしかないこっちはレンズエラーで確認できてないけど多分大丈夫でしょ分かんないけどだからこっちを使う外側は丸ごとホワイトの方に入れ替えるから使わないやつは避けていく まあ、ホワイトの方はレンズエラー出てたんだけどそのレンズエラーの原因はわかんないけど多分これでしょこの部分でしょあ多分この部分だからこの部分はとりあえず使わない、まあ、この使える部品を使って組み立てれば OK でしょ一旦ちょっとゴミとかついてるから一旦ちょっと軽く清掃しますわ。 この時点で電池入れてダメだったらダメじゃん。だから今電池入れて見てみたんだけどカメラ越しだとかなり分かりづらいんだけどガクついてんだよね手ブれ補正ダメだったから入れ替えたんだけどこっちも手ブれ補正ダメなんだだからちょっともう一回ね手ブれ補正やり直すわいやまたこの時点に戻ってくるとは思わなかったわ ゴールドの方の方手ブレ補正を開けたら本来3つあるはずの白い玉が1個しかなくてあとで1個見つかったから白い玉が2つある状態なんだけど白い玉が3つ必要なわけですよ。こっちを開けてみて最低でも白い玉が1個残っててくれないともうこれは直せないわけですよ。1個はさすがに残ってそうだけどねどうなんだろう 少なくても1個は残ってるでしょうほらほらむしろ1個しか残ってないだから合計で今こっちに1個しか残ってないでしょさっき開けたこっちに2個入ってるからちょうど3個だよねギリギリ1個でも足りなかったら直ってないからね危ないわ ちょっと今、白い玉がどっか転がってないかなって見てみたんだけどこっちもね一個白い玉がねここにあったここここにくっついてたむしろレンズの動作不良ですってなったのこれが原因じゃないのって思っちゃうよねこれがギアに噛んじゃってそれが原因でレンズの動作不良になったんじゃないかなって思うけどあっやめてよマジ これで1個見つかったところで合計4つしかないからどっちにしろ1台しか直せないんだけどとりあえず1台直せればいいかまあかろうじてこの白い玉が3つあるからギリギリ直せるけどこの白い玉をここにセットしてこうでしょでこれをかぶせて。 で、でバネで止めるいやマジで最近近くのものとか全然見えなくなってきたからやばいね。 老眼が進んできたのかわかんないけどこの近くのもの見えなくなったりさ暗いところ見えなくなってくんだよね白い玉3つ入れて挟んでバネで止めてあげればこれで手ブレ補正は直ったでしょでこの部分パチッと入れてあげればこれでもいいしょニコンの S7000 ってマジでこの手ぶれ補正壊れてること多いんだけど まさかね2台とも壊れてると思わなかったからな、まあ、とりあえず戻しますわいやー長かったここにたどり着くまでがね長かったもう次の日ですよ次の日昨日やってその翌日これなんでかっつったら 手ブレ補正直して OK かなと思ったんだけどまた電源入れてみたらやっぱりダメだったんだよねそれがなんでダメだったのかっつったら手ブレ補正の白い球を探した結果レンズユニットの中のなんかグリスグリスが塗ってある部分にくっついてたじゃん白い球がこの白い球自体にグリスがくっついてて そのグリスのくっついた白い玉をテブル補正に入れちまったもんだからこのテブル補正がちゃんとスムーズに動か,スムーズに動かなくてテブル補正ダメだったからもう一回やったんだよねそれでテブル補正は OK になったんだけど次組み立ててもう一回やったら今これもう直ってるんだけどズームした時の音がまあこれ,がこれぐらいが普通なんだけど。 望遠側にズームする時の音でこの通常のモーター音以外にカチカチっていう音が鳴ってたのさほんとほんとわずかなカチカチなんだけど気にしない人は気にしないし気づかない人もいるぐらいの音でこのズームした時にカチカチっていうカチカチっていう音が混ざってたのさ気にしない人は気にしないと思うんだけどもう気になっちまったもんだから。 それをどううにかしようと思って、もう一回分解したら2個目の白い球を見つけた時にギアの部分にくっついてたと思うんだけどギアの部分に手ぶれ補正の白い球が引っかかってそれでレンズエラーになってたんだけどこのギアを使っちまったもんだからギアの部分が曲がってたのさ。 それでカチカチチ言ってたんだよね結果的にあれから2回やり直ししてるから今もう翌日になっちゃったんだよね、まあ、最初はねテーブル補正直せば簡単に終わるもうほんと30分とか1時間ぐらいで終わるかなと思ったんだけどまさかこんなに時間かかると思わなかったわでこっちでこっちは直した方なんだけど「電源入ります」「ズームも問題ありません」 でカカチカチっていう変なな音も鳴らないし、まあ、一番一番問題なのは手ぶれ補正が直ってるかどうかなんだけどもともとちょっとカメラ越しじゃ分かりづらいんだけど手ぶれ補正が壊れてればもっと細かく震えたり手ぶれにちゃんとついてこれなくてガクガクしたりするんだけど手ぶれ補正も問題なく滑らかに動いてるから1台は復活できたよね。ちなみに あの電源入れてすぐレンズエラーになってたのはギアの部分にあの白い球が引っかかっててレンズエラーになってただけだからそれを取り除いてあげればレンズエラーにもならずちゃんと起動はできるんだけど手ぶれ補正の白い球がもう1個しか入ってないから手ブレ補正は完全に死んでる逆に言えばあの手ぶれ補正の白い球さえあれば。 これも1台復活できるんだけど、まぁそんな感じで。